はい、ひとつきまんさしみです。やっぱですね、参院選最大の激戦区、京都。ね、この京都がですね、福山元幹事長、立憲民主がですね、落ちちゃうんじゃないか、大丈夫かっていうふうにこう思っていたところですね、福山さんを裏切った元お仲間の前原さんが維新と組んでですね、さすがに、その前原さん、維新と組むような国民民主の前原が、おい、出るかっていう、そういう声がですね、結構大きくなってきてですね、お、これはちょっと、飯うまーな感じになってきたぞというところで、関西在住のですね、ジャーナリストの今井はじめさんと本間さんがその情勢をですね、解説っていうところで、見ていただけますので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。それでは、スタート。はい、ひとつき万冊作家の本間龍です。今日はですね、今日もですね、3回目かな、ジャーナリスト3回の、目やね。今井はじめさんをですね、お招きして、今井さん、めちゃめちゃ守備範囲広いんですけど、ちょっとこのシリーズではですね、参議院選挙も近いということと、参議院選挙の、京都選挙区がですね、非常に注目を集めているということで、それで、今回も前回、福山、立憲民主党の福山さん、危うしかっていう分析を前回はしたんですが、その後1週間ぐらい経ってですね、今井さんのもとにまたいろいろな情報が入ってきてるみたいなんで、続報、京都の乱、参議院選挙京都編、もう一度ですね、深掘りをしてみたいと思います。今井さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしどうます。も。い先週やね。この前、京都のね、選挙区、定数2、これが自民はもうほぼ確定で、あとの1議席を、民進と、それから立憲の福山さん、民進は国民民主の前原さんが推してるから、ですよね。これはもうちょっと福山さんは届かないんじゃないかという今ち話ょっをとしましね、た。今ちょっとそのとなんていうころ、か図をお見せしますが、そう。それで、これ見たら分かるように、6年前は、もちろん、福山さんの応援を前原さんしてたわけです。同じ党の人間だったし。それで、3年前も、正治さんという LGBT の活動家、これ立憲から立候補してたんですが、前原さんは、党は違うけども、これを押せと、配下の議員や支持者にお願いしてたわけですね。で、今回は、福山を応援するなと、維新を応援しろと。ってことですね。全力で維新を応援しろと。となったわけです。で、単純な足し算引き算で言うと、これはもう福山さんは届かない。維新がどうやら勝つなぁと思ってたんですが、先週はそういう感じでしたよね。そう。ところがですね、私は大阪に住んでるもんですから、在阪のテレビ局の記者やとか、それから新聞社の記者、友人結構いるんですよね。で、そこからの情報だと、いや、今井さん、福山さん、維新に勝ちそうですよ、と。驚きの。そう。で、しかも、結構、維新と福山さんの間に差は開いてますよ、と。こういうわけです。それで私自身も昨日、おととい、京都の国民民主党の府会議員や市会議員の方に何人か事務所に電話させていただいて、どんな感じかなと思って伺いました。今はね、そでしたら、も一応そう。前原さんじゃなくて、前原さんはツイッターなんかを見ても、維新を応援してますよね。
そうなんですよ。それをちょっとね、写真を見せてもらっていいですか？ツイッター、前原さん自身のツイッター。そうですね。今映してます。うん。街頭演こ説のごれ案見内たね。ら、清水裕子さんや本間さんが大好きな吉村知事。吉まあ、村知事と仲ある良意く味並大好んき。で、仲良く並んで、これ確か僕2枚送ってるんですけど、1枚目2枚目と出してほしいんですそうが、ですね。1枚目出して、今じゃあ2枚目出しますか。これこかな。の女性の方が楠井さんって言って、今回の維新の京都選挙区での立候補者なんですそうですね。ね。で、前原さんはこの人の応援をしてて、松井一郎さんや吉村さんと一緒にですね、行動を共にしながら、薬よろしく、薬よろしくということでやってるわけです。それで、前原さんの肩書きは国民民主党の代表代行、全国の代表代行、そして京都のトップなんです、国民民主党のね。で、しかも前原さんは国民民主党全国の選挙責任者、選挙の担当のトップなんです。おほほほ。で、その前原さんが、ちょっとどういう点か、先行気味に玉木代表の許可も取らずに、維新との連携を強めていって、そうですよね。これあちこちで維新と国民をひっついけて、この参議院選挙を戦おうとしたわけですね。それで、玉木さんがちょっと怒って、勝手なちょっこととを問する。題になりましたね。問題になった。それで、ただまあ、落としどころとして、じゃあ、前原さんの地元の京都では許すと。じゃあ、京都では維新と国民京都で連携してやってくださいと。いうことで落ちたわけですね。なるほど。で、この2ヶ月ずっと、その写真にある通り、前原さんは、やっ楠井とるさわんけの応だ。援を、繰り返し言いますけど、清水さんや本間さんが大好きな吉村知事と一緒にやってるわけです。ねえ、確かに。それ嫌いではで、ないですよ。ただ、さっきの大阪のテレビや新聞の記者の皆さん方の話では、そうやってしゃかりきに前原さんが応援して、国民の票を維新に移そうとしてるんだけども、実際に移ったら楠井さんは当選するわけですよ。そうですよね。だけども、記者たちの話によると、福山さんがリードしてると。ということは何を示してるかって言ったら、前原がいくら、前原って指摘したら怒られるわ、前原さんがいくら、楠 井さんに投票しろ、応援しろって言っても、京都の国民の支持者は言うこと聞いてないんですよ。ねえ、そこですよね。これはもう間違いない。言うこと聞いてない。で、じゃあ議員の皆さんはどうか。市会議員の皆さん、府会議員の皆さんはどうか。何人か電話して伺ったら、まあ、極めて事務的な感じで、6年前、私たちは、福山さんの応援をしました。3年前は LGBT の活動家の増原さん、これ立憲の方でしたけども応援させていただきました。今回は前原さんが維新の応援をしろとおっしゃってるし、維新の応援をしていますと。だけども、これ本当に気持ち入ってるかなと、私は首をかしげてます。そんなこと本気でやって、今度次の自分の市会議員選挙、府会議員選挙で、支持者に怒られるんじゃないかなと、気もします。
ねえ、その都度その都度どこにつくんだか、ね、旗色変えてばっかりいるって、それはちょっとどうなんだよっていうね。しかも何か理念とか信念があっての話じゃないよね、どう考えても。ですよね。おお、まあまあ、そんなことで、この前原さんっていう人は、良くも悪くも、まあ、独断専行、思い切ったことをやってきた人で、ものすごく高く評価する人もいれば、全く評価しない人もいるんですね。で、そこで今日はですね、ちょっと2、30分かけて、この前原誠司という政治家が、どんな政治家なのか、視聴者の皆さんにちょっと理解していただこうと思って、お話をさせていただこうと思っています。ですよそね。れで、本間さんにですね、事前に、前原誠司という政治家、彼は何をしてきたのかっていですうよね。のを、フリップ2枚お送りしてるんですよ。そうですね。そで、れ今を1ちょっ枚と目まをず映し1てま枚す。目を、で、視聴者の皆さん、これ、1分半ぐらいで読めますから読んでもらったらいいんですけども、まあ、この人のですね、まあ、民主党代表を、民主党で初めて代表になったのは、2005年の話ですから、17年前か。いやー、もうそんな経つんですそうですね。ね。で、これまで民主党っていろんな人が代表やってきたんですよね。菅直人とか、鳩山邦夫とか、それから小沢一郎さんもやってまやりす。ましたね。岡田さんもやってます。いろんな人がやってるんですけども、前原誠司さんが民主党の5代目、5代目の代表として選ばれたのが2005年9月なんですね。で、これ、当初のこの下馬評では、菅直人が勝つというふうに言われてたんですが、私、この投票日の模様をテレビの生中継でちゃんと見てたんですが、前原氏がですね、最後の訴えっていうので、ものすごい感動的な話をしたんですよ。それは自分の生い立ちと幼い頃の話。幼くして父親亡くして、母子家庭で育ちました。で、母親に苦労をかけながら、自分は猛勉強して、高校大学に進み、で、松下政経塾に入りという話をしたんですね。で、この母子家庭話っていうのが、ちょっと聞きまして、当日、菅直人に入れようと思ってた議員が何人か、情にほだされて、前原氏に入れたんですよ。だから96票対94票。そう、2だ票から差こですれ、もん1ね。人、そう、だから1人ほだされてなかったら95対95やったんですよね。で、まあ、とにかく、これ聞きましたね。で、実は僕自身も母子家庭。で、僕の友達で母子家庭の人多いんですよ。黒田清太郎さんとか、袴田茂樹さん、軍事アナリストの小川和久さん、結構多いんです。一月万札の清水裕子さんも確かそうよね。そうですね。で、そのあたりで、まあ、票を取って新代表になりました。で、まだ若かったし、これ、長期政権、前原体制が続くと誰もが思ったんですね。しかし、間もなく、
決定的な事件が起きます。ねえ、懐かしいよ、これ。これ2006年ホリエメール問題。これこれがちょっもと、うほとんどっていうか、やっぱり若い人はまあまず知りませんよね、これね。ホリエモンって若い人に今でも人気あるけども、ホリエモンって何をしてた人か知らんのじゃない、みんな。なんかね、実業家っていうふうには認識されてると思うけど、まあ今でもほら、ロケットを作るとかってやってますからね。だけど、このほら、いわゆる、ライブドア事件とか、フジテレビの買収とか、買収、ね、ありましまたずよ日ね。本放送のあ、そう株そう、日本を放送。しこたま買い込んで、でそれを使ってフジテレビを制覇しようと。っていうようなこともやってましたからね。本間さん、このホリエモンがブイブイ言うて、まあ、結局はやりすぎて逮捕されるわけやけども、その頃本間さんは博報堂にいた？そう、いたいた。じゃあまあ、もういた。博報堂でもすごい話題になったでしょ。まあね、でもほら、電通とか博報堂にとって、なんか直接の脅威になるっていうのは、結局はならなかったわけじゃないですか。そうですね。結局、日本放送とフジテレビも結局は買えなかったわけで、残念ながらね。だからね、なんだろう、なんか変なやつが騒いでんなっていう感じではあったけど、直接の脅威としては見られてなかったですね、まだね。そうね。で、このホリエモンが一番勢いがあってブイブイ言ってる時に衆議院選挙に出るわけですよ。ありましたで、ね。時は小泉時代です。小泉純一郎が郵政民営化、自民党をぶっ壊す、郵政民営化するぞ。で、これに反対するやつは刺客を送り込んでぶっ潰すって言って。やってましたね。あっちこっちで刺客を送り込みましたよね。で、その一人、重鎮の広島の選挙区から出てた亀井静香。彼も郵政民営化に反対して、小泉純一郎はホリエモンを送り込むわけですよ。そうですね、あったね。それで、最初は自民党から立候補しようとしたんですが、ホリエモンは、今回は自民党の応援をしてもらうけども、無所属で出るって言って、無所属で出て、結果負けるわけですね。で、負けた後、いろいろあって、ライブドア事件、いわゆるライブドア事件で、彼は逮捕されるわけです。で、その後、こっからなんですけども、その選挙の時に、ホリエモンは自分が出たいから、当時、選挙のことなんかを仕切ってた自民党の幹事長、武部努さんにお金を送ったと。名目は、選挙アドバイザーを次男の方にやってもらうと。で、次男の口座に振り込んだと。いうことを、民主党の永田久安さんっていう議員若いまね。だ36、7の議員が言い始めるわけです。で、自分はホリエモンが社内の経理担当者に武部さんの次男に3000万振り込めって言った社内メールを印字したやつを持ってるって言った。ね。ところが、なんとなくこれガセ臭いぞと。で、先に言っとくと、これガセやったわけですよでね。すよね。世紀のガセネタだったんだ よそう。ね。で、これを、永田につかましたやつの名前も後になってわかるわけですよね。
吉田ってやつやったかな、うん、でこいつはそんなことするので有名なんですよ、うん、で当時自民党の議員や他の議員にもこんなんありますこんなんありますこうてもらえませんか言ってやってたわけですよ、うんうんうん、でもみんな引っかからなかった、うん、引っかかったのがこの永田久安なんですね。ね、で問題は、うん、当時こう民主党の代表になったばっかりの前原誠司が、それを本物やと自分も思い込んだとこなんですよね。ね、それで民主党を挙げて追及したんだよね。そう。衆議院予算委員会でね。そう、ものすごい追及の仕方だったよね。うんうん、国政調査権発動して、うん、武部勉さん民間人とはいえ。武部勉さんの息子さん、これ武部剛さんか武さんって言うんですよね。うん、犬飼剛の剛と漢字で書くんですけどね。まあ、はい、武部剛か武か。この人実業家で、うん、奥さんが女優の田村真希、うんうん。彼女が確か女優嫁さんなんですよね。おでその実業家の次男に。次男の口座に3000万振り込んだ、うんうんうん、で結局やり取りを本間さんおっしゃるみたいに予算委員会で激しいやり取りをして、うん、ライブドアはそんな振り込みはしてません、うんうんうん、そんな社内メールも存在していません、うん、武部勉もそんなお金を次男はもらったとは言ってません振り込まれてませんって言ってるにもかかわらず、うん、しつこくやって、うん、で 4,5 日経つ間にメディアもどうやらこれはガセやなという空気になってきた、うんうんうん、でそこで前原はすぐに認めて謝ればいいのに、うん、謝らなかった。で謝らずに輪をかけてこっちには新しい証拠があるんやぞみたいなこと言ったわけですよね。ですよね。で結局そんなこと言いながら、うん、永田さん自身が、うん、すいませんこれはガセでした捏造でしたと最悪でしたね。しかもよこれ印字したっていうやつのこのメールは、うん、送信者と受信者同じアドレスやったんですよ本間さん。こんな子供騙しみたいなことあります？自分で書いて自分で出してるんですよ。うん、それを印字して永田のところ持ち込んでいってるんですよね。うん、ちょっと見たらわかるやん、うん、これはだからもうその永田議員自身にも問題があるけども、うん、党の全体として当時国対の責任者やった野田さん、うん、辞任しますこれ、うん、で代表の前原にももちろん責任はあるよね、うん、ところが前原は辞任しないって言ったんです、うん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 、あんだけええ格好言ってこっちには新職があるぞとかなんとか言っときながら、うん、辞任するのは当たり前ですよね。ですよね。で辞任しなかった。ところがメディアは散々叩く、毎日叩く、うん、でも仕方なく前原は辞めます、うん、で結局わーわー言うて民主党の代表になって半年も持たずに前原体制は終わるわけです。そうでしたね、うん、しかもね決定的に辛い話は、うん、永田久安議員もちろん本人に責任があるとはいえ、うん、まあ誰だって過ちはありますよね、うん、で彼は責任を取って議員辞めたわけです。そうですね。その後もしかし叩かれて、うん、民主党から本部はもちろんのこと、うん、彼は故郷の福岡に戻っても、うん、自治体の議員やら福岡の民主党の関係者から冷ややかにされ、うん、転職もままならず結局マンションのまま上から飛び降りて自殺するわけですね。そうですよね。非常になんていうか悲惨な結末になるわけですね。うん、まあその時はもう議員も辞めてたから
なんていうのかな、うん、もう忘れ去られたみたいな存在になってましたけどね。なってましたね。3年後ですからね。いやだからこれはね、前原氏やっぱりすっごい、僕はもう責任があると思ってます。いやそりゃそうですよね。まあこれ、だって結局ね、一議員が例えばこういうネタを拾ってきて、うん、で自民党を攻撃したいと、うん、でもやっぱりそういうのをネタってガセの可能性もあるわけだから、うん、当然執行部で、うん、きちんと確かめてからやるっていうのが当たり前なわけだけど、当たり前よねやってないのかっていうぐらい稚拙な話ですもんね。だからね、これ永田さんは進学高校を経て、東大行くわけですよね、うん、で前原氏も京大ですよね、うん、そうですね、京大法学部、うん、高坂清京さんのところへ支持していくわけですけども、うん、でその後松下政経塾、うん、要するにもう政治家としての若き日はエリートの道を突き進んでいったわけですよ、うん、ところがね、こんな中学生でも引っかからないようなことに引っかかるんですね。ねえ。まあそれですね。で実、うん、本間さん、実はこの中学生でも引っかからないようなことに引っかかるっていうのが、うん、この2枚目のフリップに続いていくんですけれども、うん、今度は小池百合子に引っかかるんです。これまた清水裕子さんと本間さんが大好きな小池百合子。ねえ、ですよね。ちょっと化粧がね、お化粧のノリが悪いと出てこないみたいなあの方ですよね。で最近私は東京都の都民の代表なんだから、都民のために原発の再稼働を東京電力に申し入れるって何を言うとんねんと思うけど。勘弁してくれっていう感じですよね。勘弁してくれよ、ほんま。あの人はほら、乱世の勧誘だから、うん、乱世を自ら作らないと気が済まない人なんだよね、あの人はね。本当に。いやー、さすがはカイロ大学首席卒業や。ですよね。悪手間はもう、恐ろしいことに、その乱世を自ら引き起こすだけでなく、うん、周りの人間をね、不幸にしていく。不幸にしていくっていう、恐ろしいまでの力を持ってるよね。で、それで引き込まれたのが前原だったっていう。たまらんな、本当に。たまらんよ。でね、結局まあそういう、自殺者まで出すような事件に関わって、うん、ホリエメール問題、国会追及事件に前原氏自身も関わって、うん、まあ、かなり反省したはず、うん、自分の拙さ、稚拙さで、彼はですね、うん、11年間、党首の座に行けなかった、うん、それがこの2枚目のフリップに書いてある通り、2016年の3月に民主党が民進党になって、うん、初代の代表が岡田、2代目が蓮舫、うん、しかし蓮舫は二重国籍問題その他でいろいろあって辞任します。そうですね、うん、で2017年に蓮舫の後釜を決める代表選挙があって、うん、ここで戦国親分のもと、戦国義人のもと、うんうん、兄弟のようにやってきた前原、枝野、うん、この表向き仲良し、うん、表向きですよ表向き仲良しの2人がこう勝負の場に出るわけですね、うん、で、もう私なんかもうこのホリエメール問題でもう前原の実力はもう分かったんだから、うん、こんなやつが勝つわけないと思ったら、う
何のこっちゃない前原が枝野に圧勝するわけですね、うん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 、民主党の人たちは両院議員は衆参の両院の議員は前原を選んだわけです、ね、え不思議ですよね。で民進党の党首に返り咲く、うん、で1回目の時は半年持ちましたけども代表として、うんうん、今回は2ヶ月持ちませんでした。で何があったのかって言ったら本間さんが言うところの周りを全部不幸にしていく小池百合子の毒牙にかかったわけですね、うん、すごいですよね。でこれはねわずか5年前の話だから、うん、まあね、あの視聴者の皆さんもね、はい、覚えてると思うけどちょっと軽くおさらいするとですね、うん、まあとにかく2016年に小池百合子はもう都知事として圧勝して、うん、で都民ファーストの会っていうのを発足させます、うん、でこれで東京都議選でですねもう自民や民主を圧倒して、そうでしたね、もう過半数を制するわけですよ、うん、まあ言ってみたら大阪の維新みたいな感じになるわけですね、うんうんうん、でもてはやされてちやほやされて、さすが小池さん、さすが川陵大学首席卒業、すごいすごいって言われて、小池百合子は調子乗ってというと、なんかちょっと俺顔がだぶんねんけど、この前本間さんがわだわだ金払って見た映画って何やったかな、東京オリンピックあれ監督誰やったかな、川瀬直美ね。あ、もう川瀬直美ともう小池百合子が僕にはダブル。あ、なんか似てるよね。そう言われてみると雰囲気がなんか似てる。もうまさにこう、うん、自分に酔うタイプっていうかね。あの他人は一切関係ないっていう。そう、うん。褒め言葉だけ欲しい。うん。うん。そんな感じする。そう。でこのまあ川瀬直美と同様、こう褒められたりこう称賛されるともう調子に乗ってですね、うん、私は日本初の女性首相になれるんじゃないかと思うわけですね。うんですね。いや、なれるんじゃないかじゃない、ならないといけないそう思うんですね。で国政進出を、ね、狙って、うん、まあ当時民進党にいた細野豪志とか、うん、それから弁護士の若狭なんかに声かけるわけですよ、うん、でところがその希望の党を立ち上げるって言ったら、うん、国政に進出するって言ったら、新聞社の世論調査ではなんと自民党を抜いて小池の希望の党、うん、支持率ぐんと上がるわけです、うんうん、これもしかしたら本当に政権取るぞと、うん、いうことになって、まあ自利品の民主党、民進党、旧民主党、この時の代表は枝野を制した前原なんです。うん、またね、そこで前原だったっていうのはな、そうで前原だけじゃなくって、議員を続けたい、議員になりたい、うん、それで小池にすり寄っていったやついっぱいいるわけですよ。うん、そうでしたね。うん。で、前原は、このフリップに書いてあるみたいに、うん、小池が9月、26日に、小池と連合会長のコズと、前原と小池と3人で極秘に会って、うん、希望の党と民進党との合流協議をするんですね。で、その前日9月28日、合流協議をする、実はした後じゃなくて、合流協議をする前に、28日に、前原は突然、民進党の常任幹事会を招集して、
で、ここには常任幹事会には枝野君もいるし、辻元さんもいるわけですよ。ものすごい提案をするんです。それは、実はこの常任幹事会が開かれた日っていうのは、安倍晋三が衆議院解散を宣言した日なんですよね。で、みんなもう民進党の立候補者として選挙準備をしてるんです。看板も作り、事務所も構え。ところが、前原は、新しい方針を提案する。それは、民進党の現在の立候補予定者は、希望の党に公認を申請する。民進党の公認予定者やったのに、立候補者やったのに、それをチャラ白紙にして、選挙に出たかったら、希望の党に公認をもらえと。で、民進党は一切候補者を擁立しないで、希望の党を全力で支援すると。これ僕が勝手に言ってるんじゃなくて、文書が残ってるんですよね。そうですよね。で、この常任幹事会で、枝野氏も辻元氏も賛成するわけです。少なくとも反対しないわけです。で、その直後に衆議院と参議院の両院議員総会が開かれて、結局、ほとんど異論が出ずに、ほぼ全会一致で分かったと。そうじゃあ、みんなで小池さんの希望の党へ並び込みましょうということになったわけですね。ところが、ここの最後の2行見てもらったら分かるんですが、当の小池百合子は、安保問題と、まあ、安保法制とかそうなんですよね。それから憲法改正で、私の考えと一致しない人は、希望の党の立候補予定者として公認しませんって言うわけ。で、具体的に、枝野幸男や、福山哲郎や辻元清美はあっちへ行ってくれと。例の有名なセリフ、排除いたしますと。ねえ、なっこちゃったんでれ、ジャーナリストの横井さんでしたっけ？す。横田はじめあ、さんで横す田ね。さんが引き出したっていうね、そう、横話田ですはよじめね。さんが、彼はいつも東京都庁の記者会見で、必ず手を挙げて、で、小池さん、質問、質問ってやるんですよね。で、この時、横田氏は、この民進党と希望の党が合流して、民進党の人間が希望の党の候補者として立候補して衆議院選挙を戦うというのを聞いて、もう興奮して都庁の定例会見に行くわけです。で、はい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 って手を挙げるんだけども、小池百合子はニコニコ笑いながら、横田さん、ちょっと待って、ちょっと待って。最初に私の方から話さないといけないことを先に話すから、ちょっと横田さん待ってって言って、それで、目に浮かぶ。一通り喋った後で、はい、じゃあ横田さんお待たせしました、どうぞって言ってやるわけですね。で、横田さんが、これ本当にこれ全部引き受けるんですか？噂では、枝野氏とか、辻元さん、こういう面々は、うちはお断りやと言うっていう噂が流れて、すでに拒否リストまで出てますよと。これどうなってるんですかって。みんな受け入れるんですかって言ったら、小池百合子氏は、本当ニコニコ笑いながら、いや、何でもかんでも受け入れるっていうわけには、それは当然いきませんよね、と。それは希望の党だけじゃなくて、どの政党もそうでしょって。だから、安保法制とか、憲法改正とか、こんな大事な問題で意見が違う人は、それは受け入れませんって言ったんです。で、横田君が、排除するわけですね。排除するわけですねって言ったら、どうぞ。その時に、小池百合子は笑いながら、そうですね、排除いたしますって言ったんです。いで、そやれがなんか、ものすごい強烈な
顔して強烈な言い方で排除するって言ったみたいに新聞報道されたんですね、うんうん、そうなんですよね、あの一言でね、そう、あの一言で、それまで小池百合子はもうほんまに河瀬直美のフランス状態やったんが、シューって人の世の中って怖いよね。怖いですよ。一言ですよ。一言。この人間は排除するんや。うん、人を排除する人間なんや。そうそうそう。って言って、僕ね、はっきり言って小池百合子さんのこと嫌いです。うん、だけどちょっと同情する、うん、そんなえげつない意味で排除するって言ったんじゃないんですよね、うん、意見が違う人は当然来てもらわない、そう当たり前じゃないですかって、うん、と言ったわけですよね、うん、まあ踏み踏ましたわけですけども、それをもうものすごいえげつない人間であるかのように報道されて、うんうん、あっという間に希望の党の支持率が下がるわけですよね。ね。ね。すごいですよね。怖いね。やっぱりで、怖いわ。結構怖い。で、これでどうなったかって言ったら、枝野氏が、うん、排除された枝野氏が、分かりましたと。じゃあ、前原、小川淳也、うん、泉健太、こういう連中はみんな小池とこ行けと、うん、俺は一人でも政党作って一人でも戦うぞって言って立憲を作ったんですよ、うんうん、そうですよね。でそこに最初に僕も混ぜてって言って行ったのが福山哲郎なんです、うんうん、でここで完全に前原と福山枝野、あ、間違った、そうそう、福山枝野は分かれるわけですね、うん、で今に至るわけですけども、そう、いやいやいや、ほんとね、まあ、まさにこう正解一寸先は闇っていうね感じですよね。そう、まあ、本当にそう、うん、で結局これ希望の党は、うん、まあ小池人気がものすごくシューッと落ちたけども、うん、戦わざるを得ないから戦うわけですよ、うん、でも香川一区で小川淳也が希望の党から出て負けて、うん、前にも言いましたけども、これ無所属で出てたら通ってたのになとか言ってドキュメンタリー映画の中で、うん、なぜ君は総理になれないのかっていう、うん、大島新監督のあのドキュメンタリーの中で愚痴って、うん、で一方では自分は立憲には行かないけども、立憲で選挙は戦わないけども、うん、希望では戦、希望でも戦わないと言ったのが、北海道の大阪市ですよね、うん。大阪市は無所属で戦いました。なるほどね。で、当選した後、立憲に入ります。うん、で、結局は排除された側の立憲が55議席で、希望の党に勝つわけですよね。うん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 、で第一党になるわけです、野党の、うんうんうん、で問題はこっからなんです、うん、このその後民進党がどんな風に分裂していったのかをちょっと皆さん、そのフリップ今見せてますよ、うん、はい、これね、民主党が民進党になりました、一番左ね、うん、で岡田さんが代表になって、蓮舫が代表になって、うん、3代目の代表が前原氏、うん、で前原氏は代表になった途端小池百合子に騙されて希望の党にみんなで行こうって言って、うん、これ合流するわけですね、うん、でこの合流した時には泉健太、小川淳也も一緒に行ったわけです、うんうんうん、一方で民進党から上に行かずに、これ矢印下見てください、うん、はい、枝野幸男と福山哲郎は立憲民主党を作るわけです。そうですね、こんな風に分かれました、うん、ところがこの希望の党が民進党の残りの人、参議院議員の民進党の人たちと合流をして、うん、国民民主党を作るんです。そうですよね、うん、でこれは
旧国民民主党と今の国民主党と分かれてて、今言ってるのは旧国民民主党です、うん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 、で民進党と希望の党が合流して国民民主党、うん、ここに前原今の代表の玉木さん、うん、そして泉健太もこの国民民主党に収まります、うんうん、一方立憲は立憲で枝野福山が仲間をどんどん増やしていきます、うん、でここに希望の党は影も形もなくなってしまい、うんでしたね、国民と立憲に分かれます民進党は、うん、ね、で問題はそこからで、うん、にもかかわらずこの赤鉛筆のうねうねした線を見てください、うん、前原と玉木と泉は国民民主党にいたのに、うん、泉健太小川淳也は右下の立憲民主党に入っていくわけです。うん、そうですね。で、玉木と前原は立憲には行かずに新国民民主党、今の国民民主党に横に流れていくわけです。うん、で、今の立憲の代表誰かって言ったら枝野でも福山でもなく泉健太なんです。ですよね。でここ見てください、泉健太さん山手線のようにぐるっと回ってきたんですねこれね当事者間では枝野福山泉健太の当事者間では納得してることなんかもしれない、うん、つまり2つに分かれてるより1つの塊を作った方が数も増える、野党第一党でいられる、うん、だけどね一般の旧民主党からの支持者は納得いきませんよ。そりゃそうですよね。大騒ぎ起こしてね希望の党へ行きましょう、流れ込みましょうって前原の号令一家みんなで行って、うん、ほんで泉健太や小川淳也は裏切り者や安保法制反対反対言ってたのに小池里子に受け入れてほしいから反対と言わなくなって、うん、それで選挙戦った。で今度はぐるーっと回ってきてなんか3年経ったらもう立憲民主党の代表に収まってる、うん、小川淳也は代表になれなかったけどもナンバー2のポジションにいます、うん、ですよね。こんな立憲わけのわからん立憲民主党をね旧民主党からの支持者のリベラル系は応せないですよ、うん、で前原自身もこの新国民民主党の中で玉木さんと反りが合わない、うん、玉木さんが代表、前原さんが代表代行やけども全く反りが合わない、うんうんうん、そして元に戻りますけど今回の京都の一件になるわけです。うん、フリップ1でライブドア事件のことをあの大失敗を語りました、うん、フリップ2でこのみんなで揃って希望の党へ流れ込みましょう事件を語りましたそして今回の参議院選挙で、うん、維新の楠井さんを押しましょう、福山を押してはダメ、福山を落として、うん、これ公的には前原さんは福山を落とすとは言ってませんよ、うん、自民党候補を落として、うん、京都の2議席を立憲と維新という野党で締めましょうと言ってます、うん、だけども事実上1議席の自民党はもう確定で、うん、残りの定数2のうちの1つ、これを維新と立憲の福山氏が激しく取り合ってるのは事実なんですよ、うん、ですよね、うん、でこれでどうやらテレビや新聞の記者の言う通り福山氏が大阪からこう資格として福山の資格としてやってきた維新の候補の楠井さん、うん、大阪の松井さん、それからあの知事の吉村さん、この人に担がれて京都に出た楠井さん、うん、
前原さんが全面的に応援してますけども、これもし落ちたら、もうワンツースリーのスリーステップで前原氏終わりですね。ですよね、もはや、ね、うん、まあもうつまりテカが働いてくれんということですもんね、うん、結局ね。そうよ、だってこの数字はそういうことやんか、うん、あの新聞社とかテレビ局の方々の調査、この数字をちょっと僕漏れ聞いたんですが、うん、まあ社によっていろいろあるんですが、おおむね平均すると福山さんに入れるっていう人が25前後なのに対して、前原さんが応援してる維新の楠井さんに入れるっていう人は18から20ぐらいなんですよ、うん、かなりポイント空いてます、うん、だからこのままもし福山氏が当選したら、もうこれはもう前原氏の求心力は一気に低下すると思います。まあいいんじゃないですか、この前原さんもね。まあいろいろと日本の政治の歴史の中では一応名を成した方だから、うん、あのね、まあいい名前が残り方はしてないかもしれないけど歴史には名前残してるじゃないですか一応こんな歴史に名前残したくないよねまあ普通は残したくないけれども、うん、まあ、いや僕はでも不思議なんね、本間さん、あのホリエモンのメール事件で、うん、あんな稚拙なとこ見せたのにね、うん、なんでまた民主党民進党の連中は彼をリーダーとして党首としてまた当選させたんやろ、それなんで。いや、やっぱりあれじゃないそういうリカバリー能力っていうか、うん、まあ弁舌はすごいんでしょうねきっとね、弁舌が、その言い訳する時の、さすが京都大学みたいな感じの、そんなこと言うと安富さんとかに怒られちゃうけどな、あのね、まあ、多分でもそういうことでしょうね、うん、あれはこうでこうでああだからしょうがなかったんだみたいなね、うん、うん、まあでもね、うん、なんかね、まあこれで大体お里が知れただろうっていうので、まあ、うん、みんながね、みんなっていうのはその、うん、前原さんの手下の人たちが、うん、まあ今もうつまり表面的にはやるやるって言ってるけど実は崩壊が進んでいるということで、うん、大変よろしいお話だなっていう気がしますよね。でもこれますます京都選挙区楽しみはね、どういう結果になるか。いや、そうですよね、本当に、うん、まあこれ結局だから国民民主党もほらやっぱり与党化しちゃってるから、うん、かなりその支持率が落ちてたりするじゃないですか、うんうんうん、だからまあね、あの玉木さんもちょっと変わった人だから、まあ、ああいうあの党がなんかもうそろそろ消えてなくなっちゃうんじゃないかなっていう気がするけど、うん、まあちょっとそういうのも参議院選挙の結果でいろいろね、うん、そういう流れが加速するかもしれないじゃないですか、うんうん、でもいよいよ投開票日まであと1週間ですよ。ですよね、もうほんとねこれ本間さん、ちょっと清水さんに言ってさ、一月万札開票特番、あ、そうですね、そうだ、やろうって言ってよ、ね、うん、もうぜひぜひ、はいはい、うん、みんなで楽しくやりましょうちょっと形整えるようにちょっと言って、うん、相談してみますね。はい、じゃあまあそんなことで、いやいや、どうもどうも、今日はありがとうございました。またね、前原さん、はい、じゃあどうも、あの一生懸命あの説明してあげましたから、
前原さんに感謝してほしいなと思います。じゃあ皆さんまた、はい、どうも今井さんどうも本当ありがとうございます。いつもありがとうございます。どうもどうも。では皆さんまたいいねよろしくお願いします。それではまた、どうも。いやー、まあそういう意味で、うん、あんな山犬と組んだらあかんなっていうことですね、要は。そうそう。よかったよかった。やっぱり都が ね、維新の山犬に侵されなくてよかったよかった。そうそうそう、やっぱりとにかくこの前原の政治家としてのそのなんていうの、まあもう一体前原お前何を考えてんだか分かんねえよっていうのがね、うんうんうん、もうその今までは前原さんのその忠実なしもべというか手下で働いていた区議とか県議たちがもうわけわかんないと、お前何なんだと、うん、維新と組む、山犬と組むっつは何考えてんだと、うん、自分のことしか考えてないんじゃないかと、うん、っていうふうに実はみんな思っている。うん、まあそりゃそうだろう。うん、まあいいことです。大変良いことです。うんうん、ねえ、まあ、ただ、うん、ただ、ただ、維新はね、うん、あれなんだって、俺、この会話の中ではちょっとしてないかもしれないんだけど、うんうん、維新はね、その選挙、最後の1週間で馬力を発揮するっていうふうにメディアでは言われてる。営業会社かよ。月末のラスト1週間で売り上げを立てるって。まあ俺もそういう会社にいたことあるけれども。それ多分博報堂っていう名前だと思いますけど。あ、ね、うん、あ違う、それはねベンテルっていう。あ、ベンテルですか。月末最後の3日で売り上げを立てるっていう、ね、うんうんうん、おしきゆかしい会社だったんだけど、うんうん、なんかそういうところらしいんだよ。だからちょっとまだまだ油断はできないと。今やばいとなるとラスト1週間の巻き返しはあるだろうと。まあ、というわけでね、やはり我々もですね、参院選、特に京都の情勢を緊張感を持って、これからも注視していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、皆さんもですね、ちゃんと維新に入れていいのか、本当に、嘘つきに、ね、しかも、いや、でも何の仕事もしてない前原さんに入れていいのっていうところも含めてですね、ちゃんと考えていきましょうねということで、今日も読書、本間さん、今井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは